バルキリオス、え、これアポロ乗っかってこないよね。いやもうさ、これさ意味がわからん。クソこのゲームはマジで。でもリーサルはないぞ。マジで不愉快なゲームだこのゲームは。若干すごい。グリーンドホーム、マジで。調整し直してくれ。これ対象別に選ぶ、これ強制なのか。ただこれ止まんないでしょ。これ選んだとしてキャンセルなんないよね。なんのこれ、なんないでしょ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 。やべ、やらかしたもん。はい、どうも皆さん、ユハーバンファイユハイチャンネルのハイです。ということで、今回なんですけども、ガッツンダーはティア1ね、使っていきたいと思います。まあ、このデッキなんですけど、2ターン目にガッツンダー、3ターン目にスピアルピアを出して、ダルマンティをね、設置することによって、ガッツンダーとね、スピアルピアはアンタップキラーなんですよ。アンタップしているね、クリーチャーをアタックできるので、ガッツンダーとスピアルピアをダルマンティでね、まあ、バフしてあげれば、相手がね、出してくる序盤のクリーチャーはね、すべて殲滅できる。そしてね、無限章をね、まあ、打つことができれば、相手の盤面空っぽにしながら、こっちはね、ダグラドルグランとかで、まあ、殴り切るっていうデッキになってるんですけど、イエスヤザリスをね、出せば、相手の盤面はね、パワーすべて500で固定化されるんで、まあ、ガッツンダースピアルピアで、無双しながら、まあ、勝っていくっていうね、デッキになっておりますと。で、ガミラタールで相手のクリーチャーをね、出させて、まあ、イエスヤザリスでね、パワー500に固定されるんで、まあ、ガッツンダーで軒並み取っていくっていうね、マジでね、めちゃくちゃ楽しいデッキになってますんでね、ぜひね、皆さん使ってみてください。よろしければね、チャンネル登録、高評価もね、年内チャンネル登録者1万人目指してますので、よろしくお願いします。ということで、早速下の方に行きましょう。行くぞ。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと、さ、舐めたオープニングハンドなんですけど、頑張っていきましょう。スピアルピア無限章、ダルマンティ無限章、そしてマナに置いたのも無限章と、本当に無限章なんですけれども、やっていきましょうか。ちょっと何言ってるかわかんないんだけど、相手のマナ、まあ、でもスピアルピア、ダルマンティできれば、まあ、何の文句もないと。トップ次ガッツンダーだったら、まあ、なお強いよね、というムーブでやっていきたいんですけど、さ、相手のデッキタイプは何なのかといったところでしょうかね。さ、相手結構マナ置き迷ってますけど、まあ、無限章をね、置かれた時点で相手のデッキなんだと、舐め腐ってんのかと、思っているかもしれないんですが、さ、何デッキなんでしょうかね、本当に。まあ、初手のマナ置きを迷ってるということは、オーガフェスト。ガッツンダーか。もしかして。君も、ガッツンダーなのか。ガッツンダーになってしまったか。ガッツンダーの魅力に、気づいてしまったのか。サファイア。これさ、絶対キリコだ。エンペラーキリコちゃんだ。それは、知ってます。それがエンペラーキリコだってことをね、僕は。さあ、スピアルピア、ダルマンティ、ジャッカスで一応取れるけど、いろんな、いや、絶対キリコや。スパーク入ってるもんな、最近のキリコに。いや、でもこんなに、あ、で、絶対キリコだね。で、ダルマンティ設置で取るか、やっぱジャッカス設置でいいかな。次のトップ次第ではある。ヤザリス。これジャッカスだね。これジャッカス設置で、イエスヤザリスで、で進化元を根絶したいので、バラとか次出てきたらもう格好の的ですよ。バラが来たらヤザリスであったり、ヤザリスか、バラだったらヤザリスだね。ダルマンティ置かなきゃいけない。次トップがレインボーだったらなんですけど、さあフェアリーライフ埋めて、バラ来い、バラバラよ来い。フォーチュンスロット、サファイア、バラ聖域、デリフィン、つえー、あんで、バラ持ってくるって感じだね。で、次バラ取れるんで、ね。さあ、トップが、ガミラタールか、惜しい。これガミラタール置くか。で、これバラ釣ります。これね、ダルマンティとかイエスヤザリス出さないで、これ出した瞬間になんか、渋られそうなんで、
で、やったれ。で、これバラでしょ。で、バラを強強強剣で、次ヤザリス設置して取りますと。で、相手がデルフィンじゃねえや、トップがガッツンダーなんで、これヤザリス設置してスペアルペアで取りますと。完璧じゃないかこれ。はい、さようならと。で、戻るでしょ、サファイアたちが。で、戻る。で、マナーをね、一生貯められなくして、次、ダルマンティ、ガッツンダー設置して、相手の進化もと一生根絶しよう、これ。サファイア、うめえ、7マナー。さあ、ワイルドリリー。これね、でもマナ溜まってっと怖いよな、本当に。でも、これ、まあ、聖域まではいかないと思うので。で、ライフ。強いよ、それは。まあ、スペアルペアで一生取れることは変わりはないんですけど、これね、フィニッシュの術がないんだよね。あれ引かないと。で、ガッツンダー。で、スペアルペア取る。まあ、進化、アマテラス。なんかプラスアマテラス聖域で負けだね。それがツラミザワだ。さあ、フォーチュンスロット。さあ、キリコ、ワイルドリリー。いや、怖えよ、これは。でも一応、サファイアとかはガッツンダーで取れますし、ヤザリ、ブロッカー欲しいね。小型のブロッカー並べられれば勝ちだ。正直、わ、来た。終わった。もうアマテラスだ。もうずるいよ、それは。それは卑怯だってばよ。もう一回欲しい。もう一個欲しい。ブロッカーを、ウォルポニーがここでマナに置きまくった、あれが出てきたな。まあ、しょうがない。さあ、トップがガミラタール、強い。いや、神か神か何かか、お前は。おい、見せろ、見せやがれってんだ。ガミラタール、お前は英雄だ。ガミラタール、お前は英雄だ。お前英雄すぎる、あまりにも。トップが強いわ。さあ、ワイルドリリー。いや、怖え。ガミラタールもないしな。で、キリコってワンチャントリガー弱いからね。これグリーンドフォーム出しとこう、一応。くそ、ガミラタールガン詰めしとけばよかった。この時のために。いやー、キリコでもワンチャン耐えられそうだけどな。でもサファイアとか戻しちゃってるからな。サファイアとかも来る可能性高いし、さ、サファイア埋めて。いや、次来るね。リリー、オーガフェスト。これオーガフィストめちゃくちゃ強いぞ。で、これヤザリスにクロスしといて、 OK か。これとりあえずターン終了しよう。いや、マジで怖え。で、次来るでしょ、キリコが。無限賞とか等しいよな。いや、ブロンズアームでアマテラスでしょ。 OK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  でアマテラスが来る。で、マナ置く。で、アマテラス聖域。リリー、あ、聖域、ここで聖域。あれ、アマテラスじゃなかったっけ、聖域か。全然勘違いしてたわ。まあまあ、どっちにしても、まあ、出てくることには変わりないんで。さあ、エンペラーキリコ。ここ、ワンショットみたいな動きされなかったらいける。勝ったんじゃないこれ。無限賞が欲しかったね。これサファイア出てこなかったらほぼ勝ちだぞ。ダグラドルグナ引いてくれ。もう無限賞でもいいわ。アマテラスの能力で聖域を打つ。聖域を打つんで、エンペラーキリコ2枚目、爆弾。確か強いね、それは。で、これはヤザリスでブロック。オッケー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 、全然いいよ。その3枚ブレイカー良くて、す、ジャッカス、ジャッカスは発動しなくていいね。で、トップがグリーンドホーンなんで、これ、あ、いい対戦当たした。キリコも完封。はい、ってことで対戦の方よろしくお願いしますと。さあ、オープニングハンドがダグラドルグラン、ウォルポニカ、ガッツンダ、オーガフィスト、
無限小イエスイアザリスでね始まったオープニングハンドなんですけど、これめちゃくちゃハンドいいっすね。さあジャックライド埋めてきて、さあ相手さあダルマンティ引いた、これマジででかいぞ。であればこれ無限小置いてガッツンダーダルマンティをねすることができれば、これねもう相手のね盤面ほぼほぼ取れるんでね、序盤にこう序盤をねマジで殲滅できるんで、さあ相手はジャックライド埋めてきて、はいラルックですよ、はいこれダルマンティ設置で、はい、無限に取れますと。完璧じゃないかこれ。さあジャックアルカディアスも引きましたが、いやこれ何置こうかな。まだアクラドルグランか、まあ、イエスヤザリスは弱化素進化元にすればいけるし、さあ行きましょう、ダルマンティ、これマジでね最強コンボだよ。でこれはラルックを取っていけと。さあラルックバチコリ取って You are turn と。さあ相手4ターン目ですね、まあ、4ターン目はボルシャリオとかが来るんですけど、まあ、ボルシャリオすら取れると。さあセンチネルドラゴン、これも取れますね。まあ、無限に湧いてきますけどセンチネルは、まあ、無限にガッツンダーでね取れるんで、まあ、完璧ですと。さあウォルポニカも引いてきましたが、いやここでレインボーダブルのちょっと痛いですね。まあだけど置いてか、まあイエスヤザリスね設置できたらまあ強かったんですけど、まあとりあえずね、まあ、オーガフィスト出して、まあ、センチネルを無限に処理して、まあ、ボルフェイス立たなければ相手のデックはね、まあ、一生きついことをね要求され続けると思うんで、まあ、盤面はね、取れますと。で、ガッツンダオーガフィストクロスすれば、まあ、基本的に取れないクリーチャーが存在しなくなるんで、これも完封ですね。さあ、ターン終了ですと。で、無限小も引いたんですけど、まあ、いらないかも。さあ、ジャック・アルカディアスと。で、オーガフィストをガッツンダーにクロスして、まあ、基本的にも取れないクリーチャーは存在しない。でイエスヤザリスで相手の盤面500にロックして、まあ、勝ちだ。これはもう勝ち申したぞ工藤。さあボルフェウセブン置いて、さあターン終了が続きますね。お相手はさあダグラドルグラン、これ強力なフィニッシャーも引いたプラス、さあ行きましょうイエスヤザリス、相手の盤面固定しながら勝っていきましょう。8500ですからね、えげつない強さだ。ダルマンティが強えわ何にせよ。さあセンチネル7ターン目でヘブンとバイオレンスの衝撃でガッツンダはね処理されてしまうんですけども、まあ問題ないと。さあダルマンティも引きますが、ここはダグラドルグラン出しだな。ダグラドルグラン出して、まあオーガフィストクロスして、まあぶん殴っていこうか。これね、まあスペアルピアとか出れば一応またね盤面は破壊し続けられますし、さあイングマール、さあラルックちょっと怖いね。で、オッケー、スペアルピアナイスだね。で、これスペアルピアも一応ね、アンタップキラーなんで、取れますと。で、一応オーガフィストをクロスしておいて、これは耐えだね。耐えだ。で、8マナ。相手8マナでしょ。で、コッコルピア、ボルフェウスは乗っかってこない。ターン終了で、さあトップがダグラドルグラン、これこのターンさえ耐えれば勝ちだね。でこれヤザリスにクロスした理由はボルフェイスヘブ1万3000なんで500上回るんですよね。なんで一応オーガフィストはクロスでアタックするときにダグラドルグランにねクロスし直せばいいだけなんで、これはヤザリスにクロスします。さあボルシャリオ、これ一応まだ出ないよね。ボルフェイスは出ないので、さあショットヘルで6マナでコッコルピアあるからラルックで出る。ラルックヘブンとかあんのかな。さすがにそんな主人公みたいな反動はしてないか。さあどうする相手、これめちゃくちゃ。でもこれスピアルピアでとりあえずボルシャリを取って、まあ、ダグラドルグランにオーガフィストクロスすればトリガーも引かないので勝ちですねと。さあ、ジャッカスも引いたんで盤面全処理ですね、これは。盤面全処理しながら、こうダグラドルグランにクロスし直して、打点はすべて足りてるし、ダグラドルグランでね、盾すべてマナゾーンに置けるので、安全に勝ち申したと。さあ、トリプルブレイクしていきましょう。強すぎ、ワロタ。でも相手トリガーは、フォートレス押してるね。さあ、ダグラドルグランで、詰めていきました。これは勝ちだね。いや強すぎ、フォートレス3枚押してたね、縦に。さあ落としてスピアルピアでダイレクトアタック、いやヤザリスか。
矢取りするダイレクトアタック対戦、アザシタ。はい、ってことでね、ガッツンダーはティアワンいかがだったでしょうか。かなりね、楽しいデッキなんで、ぜひとも皆さん使ってみてください。よろしければね、チャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。